札幌市の石川副市長らは今日長野市役所を訪問し、長野市が所有するソリ競技施設スパイラルを2030年の札幌冬季オリンピックパラリンピックで使用したいと打診しました。スパイラルを使って活用していただくことについては大賛成をします。長野市がこれに対してこのいくら負担をするとかっていうことは基本的には考えていない。 長野市の加藤市長はスパイラルの活用に前向きな姿勢を見せましたが、開催に伴う費用負担は行わない方針を示しました。スパイラルは1998年の長野オリンピックでリュージュとボブスレーの競技が行われましたが、維持管理費の負担が重く、長野市は2017年度を最後に製氷を休止しています。札幌市と長野市は、 この秋に札幌オリンピックでの活用に向けた話し合いを行う予定です。